背中へ勝利を目指すオレンジ戦士、魂込めて発表していきましょう。いくぞ清水エスパルス。選手紹介、背番号39ゴールキーパー、ゴール前のビッグボール、大久保拓夫。背番号18ディフェンダー、斉藤切り崩すハリケーン。天使寮。背番号3ディフェンダー、燃えろ熱きストッパー、バッソッコ。背番号26ディフェンダー、カバセロ情け無用のガッツプレー、宇多見ひろし。背番号25ディフェンダー、サイドを駆け上がるちっちゃいサラブレッド、松原コウ。背番号17ミッドフィルダー、新機内のバンキエラ、かわいい洋介。背番号6ミッドフィルダー、オレンジマエストロ、竹内涼。ミッドフィルダー、切り裂けダンシングゴールハンター、金子翔太。背番号16ミッドフィルダー、クレバーなゲームコンダクター、西澤健太。背番号11フォワード、ブラジリアンサムライ、ジュリオールツートラ。番号49フォワード、ブラジリアンゴールゲッター、ドーグラス。背番号1ゴールキーパー、勝利を導く守護神、西部洋平。背番号2ディフェンダー、新世代のハイタワー、サイドの支配者、鎌田翔馬。背番号27ディフェンダー、セクシーフットボールの申し子、飯田貴大。背番号14ミッドフィルダー、ファンタスティックドリブラー、楠上純平。背番号15ミッドフィルダー、躍動する王国の希望、水谷拓真。背番号46フォワード、川本理央。監督は闘技あふれる師匠、篠田義行。オレンジサポーター、共に戦い勝利をこれでに、今日も熱い応援よろしくお願いいたします。以上、清水エスパルス選手紹介でした。続きまして、審判マッチコミッショナー、審判アセッサーの紹介です。出身佐藤